お疲れ様です。最近というか、ここ数ヶ月の話なんですけど、税金関係の方、一切払えてなくて、封筒が毎週のように家に来るんですけど、その一部、ちょっと、裏面ですけど、こういう感じで、特に年金がいっぱい来てるんですけど、こういう感じで封筒が毎週届くんですよ。これが一部なんですけど、今のね、支払い、滞納してるのがいくつかあるんで、その支払いの請求書の方をね、ちょっと見していこうと思います。まずこれ、住民税の督促状なんですけど、いきなりこんな怖いことが書いてあって、滞納処分、この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、先の金額を納付されないときは財産の差し押さえを受けることになります。10日しかないんですよね。ちなみにこれの金額と期限なんですけど、これですね。督促状ということで、14,800円来ています。この通知書が9月25日発行なんで、そっから10日間。もう日付がないですね。あと5日ぐらいしかないです。これが保険料。8月分のやつを払ってないんですけど、2万600円来てます。これが9月分の国民健康保険料。同じく2万600円ですね。ということで、今お見せしたのが住民税。住民税は1期3万かける4で12万円なんですけど、その3万のうちの半分ですね。半分ずつに分割払いで申請したうちの半分なんで、14,800円が払ってなくて、督促状が来ました。で、国民健康保険は8月、9月と払ってない。で、もう10月になったんで、10月分も請求来て、それが2万かける3ですね。で、年金については半額免除の申請をしたんで、それが通ったんですけど、8,000円かける10月で12ヶ月なんで、8,000円かける12ということで、もう計算もしたくないレベルで、今、支払いの方が滞っています。これは全部ね、税金ですので払わないといけないですね。優先して住民税払って、国民健康保険払って、最後に年金という順番で、これは一つ一つ解決していこうとは思ってます。毎週のようにね、ポストの方に郵便物来るんですけど、その度にビクビクしてる状況でして、なかなか安らげる瞬間がないなとは思うんですけど、今は支払いがこのように山積みになって控えてるんですけど、収入がないので払えてないという状況です。なので、これはもうガンガン返していくしかないので、仕事は選んでれない状況なんですけど、マイナスが増えれば増えるほど、不思議と労働意欲っていうのはどんどんなくなってって、もうほぼ労働意欲は今皆無ですね。ただ重い腰を上げて何とかやらないといけないんで、やるしかないんですけど。ということで、あんまり現実見てても震えてきますんで、一回今からリフレッシュ、ちょっと行ってきます。自然に来た。ちょっとこの辺でミミズ掘って釣りしようと思います。こういう感じの場所で、ここで魚泳いでるんですけど、ここ、秘密の場所、ここで釣りします。でかい。いい。
でかい。またこいつ。よし、終わりで撤収します。撤収、いっぱい釣れた。すごいよね、こいつめっちゃでかい。超でかいの釣れた。まあ楽しめましたね。よし、空を押し上げて100年続きますように。金がなくて仕事もなくて友達もいません。それでも私は歩いてく、このクソ人生を。